疲れたな正直この問題もちろんニュージーンズのファンにとってはまた別かもしれないですけどあのミン・ヒジン VS ハイブの構造以上の心の疲弊というかハイブの内部がこんな腐っててでしかもこれだけ敵を増やしてしまって未来どうなるんでしょうかた,ただ アーティストいるんですよね。で、まあ、もちろん従業員レベルの話もすれば従業員もいるんで、どうしようもないですけど、理想はね、ハイブという組織がフリーになっていくためには、やっぱ解体が必要だと思うんですけど、の上で、バンタン、t x c ルセラフィム、エナイプーン、ま、モノゴロ、ボネ、ボイネクストアも含めて、何かしらいい形でやってって、今の経営陣とは関わることなく、トップの人間が何かしらこう愛を持って接してくれるような人で、グループ会社としてね、やっていけたらいいんですけど、アイドルが、 まあ人質みたいな形でいるんで、潰れるわけにはいかないんですよね。かといってね、そんな大きい会社なんで、この回のアーケンで潰れると、それはそんな現実的ではないですけど。この不祥事で、ね、アーティストが活動しにくくなるのは事実でしょうね。だから、まあ一番の手としては、パン PD が再度、まああの人がやっぱ象徴やから、結局。パン PD が再度、まあ経営に戻って、その経営陣一掃して、パン PD、 がやってくそれはパンピーリーが一番最悪なんやけど、パンピーリーを外すっていうのはちょっと、だってさ、例えばね、パンピーリーを外すってことは、ほぼほぼ買収ってことやな。まあでも、パンピーリーの持ってる株って何パーやったっけそれだけ持っても買収とはならんのまあ何かしらの形で、パンピーリーとトップが入れ替わるってことですよね。30%か、だいぶ持ってんな。30%持ってるんですか超金持ちやん。 アーミー,ケーエンジンですと、え、局長お疲れ様ですと、BTS、あ初めてビルボードの賞をもらった直後のミーティングで、パンさんは音楽に対する愛情とファンへの感謝を忘れずにと語った後に、もう一つ言ったのは幸せになる方法を探すべきだということだと、このまま生きていたら不幸にならないか心配だと、音楽が好きなだけなのにと、あの時の尊敬してたパンさんはどこに行きましたかと、アメリカに行きました。とでかい家住んでます。音楽が好き,好きなだけじゃダメだと、アメリカで豪邸に住みたいと、結局はお金でしたね。 欲まむやそう。だ結局、結局、欲が強いからこそやっぱ成功したっていう。それは万端とかで言うと、やっぱ成功欲。まあ、そもちろん金欲、金のお金の欲もあったやろし、もちろん女の,女の人持ってったりとか、それは当たり前あると思うんですけど。パン PD だったんですね、欲が強いからこそあれだけの成功を収めたっていうのは間違いないと思いますね。やっぱね、思うことがあるんですよ。結局、パン PD は、すごい優秀な人間、音楽に対してもそうやと思うんですけど、 やっぱりね、うじゃなかったからこそ K-POP をこれだけ成長させられたんやなと思うんですよ。いわゆる、イスマン先生、ヤンサ、パクジニョン先生が、なんでヤンサだけ先生つかんでるの <laughs> ?3 人が成し遂げられなかったのは結局、あの人らにはやっぱり人としての心があるから、アイドルビジネスでの限界っていうところにぶつかってたやろな やっぱファン PD はもう人の心を持っていない分ビジネスに特化したからこそやっぱりこれだけバンタンだけじゃなくてハイブという会社をこれだけ大きくアイドルビジネスで成し遂げられたとでも逆に言うとそれはアイドルビジネスでは本来これだけの市場拡大は無理やったのに人の心を持ってないから拡大できたっていうところで結局アイドルっていうのを酷使し続けてきたってことですねいわゆる人の限界を超えたってことだと思うんですよだって働くのは人じゃないですか 例えばやけど、こういうさ、美容用品を売るとかって、ものやから、全国にも当たり前に売れるし、全世界にも当たり前に売れるわけじゃないですか。でもそれで、労力って人を増やせば変わんないですよね。でもアイドルって人やから、増やせば増やすほど、アイドルの稼働が増えるだけなんですよね。だからこそ結局、アイドルビジネスってのは限界があるはずやったんですけど、まあ、そこら辺をファン PD が拡大していく。 グループを増やす会社をマルチレベル化していくで買収をしていくその過程でやっぱりもう買収合戦もそうやったし人としての心を忘れてしまった結果まあこういった人についてった経営陣というのもまあアイドルにリスペクトがない結果こんなことになってるとパク・ジュニオン先生はどう思ってるか知りませんけど多分パク・ジュニオン先生が一番嫌いやと思うそういう人だってなんか自分のこと言われるならまだしも JYP のアイドルに対しても言及があったんで言ってもパク・ジュニオン先生って悪い人じゃないんですよこれ認めて もうややめめててチャット欄で JIP の悪口にやめてや <laughs> 一回局長が JIP 上げすると JIP の悪口合戦始まるんですけどパク・ジヨン先生は一番 k p o p 界の重鎮で一番いい人これだけ認めてお願い一生のお願い間違いないねんこれだけは自分とこの育てたアーティストをいろいろ言われるで自分とこじゃなくても練習生にまでなんかいろいろ書いてる文章がありましたからねブサイクでみたいな で、まあ、ハイブが終わってしまうのかというお話に関しては、ちらっとごめんなさい、さっきはお話ししてしまいましたけど、ハイブは10年スパンで終わると思います。なので、一番大事なのは、再契約しないことの可能性がある。いわゆる再契約こそ正義かと思ってたんですけど、まあ、刑事に一掃して、ガラッと変わるんやったら、なんかチャンスあると思いますけど、まあ、今の状態で、のスタイルで行くんやったら、まあ、やっぱりアーティストが離れていくと思うんですよね。いわゆる再契約しない。 あとはまあ従業員が慣れていくそして優秀な人材が入ってこないまあ今のちょっと前までの SM みたいな感じですかねになってくるともう完全に入れば人材が入ってこなくなるんでまあそういう意味ではまあ10年スパンでまあ終わってくるんじゃないかなってそれもやっぱ万端も10年もあれば今みたいにバリバリに活動できるわけじゃないと思うんで。 あれだけやっぱ儲かってるのはバンタンがめちゃくちゃ働いてるからなんですよね。で、それって彼らがね、ずっと働いてるわけで、彼らとしてもそんなね、今これからの人生酷使してまでやる必要があるかと言われるとわかんないですけど。と考えたら、まあ再契約はしないくても別に悪い話ではないかなっていうのは思いますね。あ再契約しないでほしいけど、そうなるとグループ自然解体の可能性もあるし、でもメンバー自身がやっぱみんなでやりたいと、良くも悪くもソロでの影響力ってそこまで40に関してもそうやけど、なんか、 4順だけが別格で仕事があるかってそうじゃないと思うんですよ。ソロデビューがあったりとか MC とかってもちろんあるんですけど、じゃあその影響力で TXT が支えられてるかってそんなことないわけじゃないですか。だから、良くも悪くも、いや別に悪くないな。おそらくエナ,、えー、エナイプも含めて、他ももろもろ、意見が食い違うってことはなさそうですね。それぞれの方向性が違って、みたいな感じで解体していくっていうのはまあなさそうですけどね。ガールズはさ、もう時期的に再契約同行っていうのも。ねまたあれですけど、ナムジャはずっとやると思うんで。 あ、いいですね。5年後には K-POP から e グ i ットして、他のエンタメ、えー、買収してると予想しますと。局長もちょっと思います。っていうのも、アイドルビジネスに別に固執してるわけではないと。もちろんトップ企業として今もちろんやってますけど、批判の声が大きすぎて、それこそゲーム事業の方だったりとか、まあそういう IT とかも含めて、まあどこの分野でも成功するぐらいのもんはあると思うんですけど、まあ働いてる人はエンタメの人間やと思うんですけど、まあ何かしらの形で会社が変化していくっていうのはまあありえそうですね。 アニメとかもな、ウェブトゥーンとかも力入れてるかな。アイドル事業売却とかであるかも。TYP <laughs> <laughs> あ、そうやね持ちゴリ買収しないって言ってるからな。そんなに資金がどうこうでって話もしてたな。CJ が買収。あー確かにな。CJ、まあ、CJ ちょっと現実的かもしれないな。最強やん。CJ ですサパ版やって、ハイブクオリティでプロデュースしていくってこと。最強やん。で、エムネット独占。一番いいっすね。でも、 そういう未来が結構ベストやってすると思うんですよね、局長からすると。もうやっぱハイブってほんまに変わらんと思うわ。え、それ皆さんも思うやろ。ハイブ変わらないと思いますよ。これ明らかになってるだけで絶対もっとあんねんって。絶対もっとあるんですよ。だから、そのアイドル事業を売却して、もうハイブ自体が Webtoon やったん知らんけど、そっちの界隈で伸ばしてるんだってもっと地上大きいわけやから多分。 ほんまにアイドルって儲かんないんですよ。その、中小レベルでのね、ビジネスだったらいいですけど、国を代表するトップ企業を目指していくんやったら、K-POP じゃ無理やと思うんで、まあ、違うとこでね、活躍するってのは全然ありなんじゃないかなっていう思いますし、まあ、ちゃんと愛を持ってね、接してくれる会社と、やっぱ今のアーティストがやってもらいたいなって、今の影響力さえあれば、十分やと思うんですよ。そのメディアの影響力維持できれば CJ とかみたいに。 そこですねだから今後ずっとハイブでやっていくというメリットはなくなった気がする今まではもちろんハイブブランドがあったんでそれのおかげでね売れてるっていうのも,もう間違いないんでアーティストもねだけど今後に関してはまあそういう未来の方がもしかしたらいいかもしれないですねハイブが終わるのかというとアーティストにとって終わりを迎えた時の方が光がある可能性があるというところなんじゃないかなとまあだからあとは怒られるかもしれませんけど本来であればやっぱりハイブを変えられるアーティストって